アメリカで放火探知犬として活動しているヘンゼル。ピットブルで放火探知犬に任命されたのはヘンゼルが初めてです。彼はこれまで厳しい訓練に耐えてきましたけれど、辛くはありません。過酷な生い立ちだったヘンゼルにとって、人に喜ばれる今の仕事はとてもやりがいのあるものなのです。アメリカンピットブルのヘンゼルはカナダの闘犬組織の下で誕生しました。闘犬は多くの国や州で禁じられています。ヘンゼルが生まれたカナダのオンタリオ州では、闘犬に利用されることの多いピットブルの飼育自体が禁止されていました。ヘンゼルが生後7週の時、ようやくこの組織が摘発されました。21匹ものピットブルが劣悪な環境で違法に飼育されていることが分かり、複数の人間が逮捕されたのです。この時保護されたヘンゼルたちは殺処分の危機を迎えていました。闘犬として育てられ、攻撃性のある彼らは危険だとして、保護した施設が安楽死させたいと裁判所に申し出たのです。どのみちオンタリオ州では飼育されること自体が違法なヘンゼルたち、けれど彼らに罪はありません。21匹を守ろうという活動が瞬く間に広がりました。そしてアメリカのフィラデルフィアにある非営利団体が名乗りを上げます。ヘンゼルやその姉のグレーテルなど、保護されたうちの5匹を引き取ってくれることになったのです。この団体では保護犬に警察犬や消防犬になるための訓練を受けさせていました。そこでヘンゼルは思わぬ才能を見せます。1年間の厳しい訓練で消防署で働くために必要な才能を持ち合わせていることをアピールしたヘンゼル。その後16週間の特別な訓練を受けるためにアカデミーに入学しました。その訓練とは、様々な可燃性の液体を嗅ぎ分けるというものです。灯油やガソリン、ディーゼル、14種類もの匂いを見事に嗅ぎ分けられるようになったヘンゼルは、ついに放火探知犬として正式に認定されたのです。火事の後から放火の痕跡を探る放火探知犬、アメリカでピットブルとしてこの役割を担うことになったのはヘンゼルが初めてでした。攻撃性が高いという犬種へのイメージで殺処分されそうになっていたヘンゼル、その彼が人間の役に立つ優秀な犬であることを証明してみせたのです。ヘンゼルはニュージャージー州のミルビル消防署で働くことになりました。消防士のタイラーさんがヘンゼルのパートナーです。出勤日はいつでもやる気十分のヘンゼル。タイラーさんに準備はできているかいと聞かれると、いつも大喜びでキャリーの周りをぐるぐると回ります。ヘンゼルは自分の仕事に誇りを持ち、やりがいを感じているのです。これからヘンゼルはどんどん活躍し、たくさんの人に感謝されることになるでしょう。そしてその度に人々のピットブルのイメージも変わっていくかもしれません。防火講習のため他の消防署や学校を訪れる予定にもなっているヘンゼル、その素晴らしい活躍から目が離せません。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。